It's Saturday, 3 p.m. Got any plans? Or got nothing to? How do you feel right now? Why don't we just chill out and hang out? Panasonic presents 音おかし。2022年2月5日土曜日午後3時、皆さんいかがお過ごしでしょうか。アレキサンドロスのボーカルギター川上洋平です。先週ですね、我々の新曲日々折々、そしてフィービー折々フィーチャリングバンサイアとですね、2バージョン、2つ解禁したところ、たくさんの感想が届きました。ありがとうございます。ちょっと、読ませていただきます。本当に嬉しいですね。ラジオネームホタテさん、日々折々2パターンどちらもすごく好きです。このラジオのような知る感もありとても心地よいです。洋平さんが言っていたように、その日によって気分で選択してたくさん聴きます、ということなんですけど、ありがとうございます。静岡市のね、ホタテさん、ありがとうございます。そうだから2パターンね、もうどうせなら作って、皆さんのね気分によって、今日はフィーチャリングバンサイアだなとか、今日はオリジナルバージョンだなとかね、そんな感じでね、あのまさに選択していただければと、そういう感じでね作りましたね。ぜひ2バージョンとも愛していただければと思います。さらにラジオネームアミさん、日々お料理の初フルオンエアすごく素敵でした。CM の明るい感じとはまた違った大人な雰囲気、毎日いろんなことの積み重ねで一日が過ぎていく、流れて生きていることは自然なことなんだなと実感し、心が解き放たれたような気持ちになりました。素敵な曲をありがとうございました、ということなんですけどね、僕もカミカミです。本当に感想本当にありがとうございます。嬉しいですね、やっぱこうやって新曲をね、こう世に放った時に感想がドッとこう流れてくるのは本当に嬉しいです。まあでもね、とは言ってもまだまだ、配信は先なんですよ。そう、ちょっと配信の日程とかをね、ホームページだったりとか、SNS で発表しますので楽しみにしておいてください。そしてですね、ミュージックビデオもついこの前、極寒のですね、海岸沿いで撮ってきました。もう本当にね、もう風邪ひくかと思ったんですけどね、大丈夫でしたね。なんかね、アレキサンドロス、ここ数年ね、てか俺がね体強いんですよ。全然風邪ひかない。昔はよく言ってたんですけどね。はい、皆さんもぜひね、ちょっと私のこうパワーをお裾分けさせてください。というわけで今日もよろしくお願いします。音おかし。This program is brought you by Panasonic。川上洋平が東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお届けしている Panasonic Presents 音おかし、1曲目にお届けしたのはアーロパークスで Softly でした。アーロパークス久しぶりの新曲です。すっごい好きこの曲、ほんとかっこいい。このピアノのドゥンドゥンっていうね、そしてちょっとこう不思議なコード感もすごいいいし、何よりこうやっぱアーロパークスってこう、なんだろうな、普通に自然にねこう歌う感じがですね、まあ変なちょっと偉そうな言い方ですけど、好感度高いなっていうね、うまい感をすごい出す人じゃないから、一緒に口ずさめるような、そういう、なんでしょうね、器がでかい、逆にでかいアーティストなのかなと思ってます。
この前ねちょうど都内某所のですねカフェにパンって入ったところですねアーロパックスかかってて、ああなんかこのカフェいいなって思いました。だから自分がすごい好きなアーティストとかこうかかったりとかするともうその時点でねこうコーヒーとか飲む前にあもうこのカフェでは俺相性いいわと思ってその後あの頼んだカフェラテも本当やっぱ美味しかったですね。はい、そういう感じでございます。久しぶりにかけましたアロパックス的です。さあ続いてちょっと今日はなんかノリノリな気分なのでこんな感じの曲もどうでしょう。した曲はコインでキューティー、コインはですねあのアメリカ出身のバンドでございましてあのフォスターザピープルとですね同じレーベルのバンドなんですけど、このバンド2015-6年ぐらいのサマソニーでですね里安にちょっと見に行こうよみたいな感じで言われたの覚えてます。見に行かなかったんですよね。見逃した。このキューティーって今かかった曲は新曲なんですけどもうすっごい好きです。これも本当にこれもねカフェでね確かかかってたのかな最近どうなのかなそういうのでちょっとあのもう一回聞いてみたいなということでかけましたけど、そういうわけで今日はあれですねカフェで俺が気に入った曲特集アーティスト特集になっております。はい、やっぱでもカフェでこうなんでしょうね流れる曲って店員さんだったりとかが好みのアーティストとかかけたりとかすることが多いと思うんですけど、その時になんかこう俺も好きだよみたいなねこうアピールしたくなったりしますよね。俺もいいねいいねみたいな感じでね。そうでそのコーヒー作ってくれてる店員さんが次何かけようかなみたいな感じでこうバイナルねこうやって ディグっていうというか探してる時にあ次これ行くんだみたいな感じでねあのそれとかねすごいやっぱちょっと DJ 的なね気分でもあるんでしょうね。やっぱああいう店員さんっていうのはそうやカフェの店員さんのセンスってすごい問われますよねそういうところでね。はい、続いても今日スタジオだったんですけど今日スタジオに行く前にカフェ行ったんですけどそのカフェでかかってた曲を、かけます。久しぶりですねこのアーティスト大好きです。
いつまで経ってもかっこいいし、なんでしょう、なんかこういつまで経っても若いなっていうなんか印象なんですよね。デビューが93年で、僕がまあベックをまあ知ったのは95年、ちょうどオアシスとかがね、戦闘巻き起こした時なんですけど、あ、なんかソロでかっこいいことやってる人出てきたなみたいな感じの印象だったんですけど、ちょうどその時97年ぐらいにベックの曲をオアシスが、まあ、オアシスがノエル・ギャラガーが、ミックスするみたいな、ニュースが流れて、おお楽しみと思ったんだけど、ベックが結局ターンダウンしちゃう、まあ、つまりだからあんま気に入らなかったんで実現しなかったっていうね、そういうのがなんかニュースであって、あ、すげえ面白かったですね。はい、なんか好きなアーティスト、プロデューサーにリミックスとかじゃなくて、その頃結構アーティスト同士で結構こうミックスとかフィーチャリングじゃなくてミックスとか結構あったんですよ。だからブラーもファットボーイスリムに一回シンクタンクあたりの時にプロデュースお願いとかそういう感じがあったんですけど、それも確かね、ファットボーイスリムはなんかブラーから連絡が最近来ないんだよみたいな感じでキャンセルになったとかね、そういうなんか結局実現しなかったコラボ話、プロデュース話がね、その頃結構あったなぁと思い出しました。はい、ベックね、大好きです。いつまで経ってもかっこいい。さあ続いてはこのコーナーいきましょう。今日の選択。パナソニックさんと花王さんがタッグを組んで行っている選択プロジェクト、皆さんから寄せられたリクエスト曲を私川上洋平が選択してオンエアするというコーナーです。さあまず1通目は読ませていただきます。大阪府大阪市、沢さん、女性の方です。この1月に様々な音楽をリコメンドして私の音楽生活を彩ってくれた CD ショップタワーレコード梅田大阪丸ビル店が閉店します。丸ビルバイヤーさんのリコメンドは、いつも何かしら好みのものがあって楽しみにしていたので残念です。まあね、そこでこのお店で最初に買った CD ウィーザーのブルーアルバムから In the Garage をリクエストします。よろしくお願いいたします。いやー、タワーレコード梅田大阪丸ビル店はね、僕ももちろんお世話になってました。はい、ほんと残念。そしてもう一ついきましょう。東京都世田谷区、ともみんさん、女性の方です。くるりの、琥珀色の街上海街の朝をリクエストします。久しぶりに邦楽どうですかということなんですけど、いやー、もうこれさ、メッセージを読むとさ、もう完全にね、そっかーっていうことですけど、でもごめん、くるり聞きたい今は。というわけで、くるりの琥珀色の街上海街の朝をリクエストということで、上海ガニ食べたい、どうぞ。
街を去った未来ではなく過去を漁った、漁ってばっかり見てた君、それはそれで誰よりも輝いてた。ずっと泣いてた君はプレデター、決死の思いで起こしたクーデター。もういいよそういうの、君はもう一人じゃないから。上海ガニ食べたい、あなた送りした曲はクルリで琥珀色の街、上海ガニの朝ね。クルリが悪者になっちゃわないように気をつけましょう。はい、そうです、もちろんウィザーのね曲もかけたかったんですけど、今日はねなんかやっぱクルリのこの曲のですね気分でしたね。うん、やっぱクルリは大好きですよ私は。はい、もう本当に、うん、なんだろうな、僕ちょうどなんか97年に日本に帰ってきて、でまあ洋楽しか聴いてませんでしたみたいな、もう帰国子女丸出しな生意気な少年だったんですけど、まあ、そんな少年の心をねやっぱ、掴んだ日本のロックアーティスト、うん、特にこのでもクルリってやっぱり なんかやっぱちょっと洋楽のなんか香りをすごいプンプンさせ次じゃないですかさすがにみたいな人たちが多かった中で、やっぱクルリは僕バンド名から日本語だし、しかもひらがなだし、なんかその日本というものをちゃんとコンプレックスもありながらちゃんと武器にもしていたバンドだなと思ったんですよね。それはすごくこう察知して、あこれはやっぱもうここでしかありえないバンドさんだなと思ったし、うん、やっぱすごい勉強になりましたね。うん、日本でロックをするとは、音楽をするとはっていうことを教えてくださった偉大なる先輩です。大好きですね。はい、さあというわけで選んだのはクルリの琥珀色の街、上海ガニの朝でした。ごめんなさい澤さん。というわけでメッセージをくれたお二方には番組特製ステッカーをプレゼントします。この今日の選択ではあなたからのリクエストをお待ちしています。そのセレクト理由や近況なども添え、用法を問わずにおすすめの曲を送ってきてください。 Panasonic Presents 音を貸し、パナソニックと花王のハッシュタグ選択プロジェクトのテーマ曲、アレキサンドロスの選択その7。ありったけの魔法を待って語り、日常に溶け込む曲、選択だけじゃなくていろんなとこでも聞いてほしいし、口ずさんでほしいし、うちらもライブでやるときはもっと激しくなると思うし、なんかあんま具体的なとこは考えずに自然に出てきたものを曲として出した、まあ、どういう聞き方をしていただいてもいいかなと思うし、さまざまな日常へ感情へ、遊び心はもうかなりまぶしてて、とにかく楽しい曲ではあるんですが、そこに聞く皆さんの感情をいっぱいいろんな種類があると思うんですけど、それが絶対にそこに落とし込めるような曲にはなってるのかなとは思ってますね。聞いてくれた人の感情がそこにスッと入ってこれるような余白を感じれるような曲、それが俺なりの日常に溶け込む曲なのかもしれない。日本の選択に喜びを、パナソニックと花王のハッシュタグ選択プロジェクト進行しています。パナソニック、アレキサンドロス川上洋平がお送りしてきたパナソニックプレゼンツ音をお貸し、そろそろお別れのお時間です。今日も楽しかったです。番組では皆さんからメッセージリクエストお待ちしております。皆さんの気分に合わせた曲をセレクトしたり、リクエスト曲は今日の選択で取り上げさせていただきます。さあそして恒例のお菓子クイズなんですが、もうねこのお菓子ねちょっと今さっきからね僕食べたすぎてもうすでに袋が開いてます。はい、じゃあもう袋開いたままもう咀嚼音をどうぞ。うん、うん、美味しい。なぜか子供の頃よりも大人になってからの方が好きかな。うん、まあ北のあたりで育ったんでしょうね。はい、
あとね、これ、まあ、その形状っていうのかなが、結構独特というか、まあ、これが多分この、サクッというかね、柔らかい食感を生み出してんでしょうね。この網網みたいなね。はい。あ、もうこれ分かっちゃったかな。これはちょっとまあ皆さん、当ててください。僕が何を食べたのか、当たった方にはですね、番組特製のステッカーをプレゼントさせていただきます。正解はですね、毎週金曜日にオーディオプラットフォームオーディにて配信しているスピンオフで発表したいと思います。次回は2月11日金曜日21時、それまでに回答を送ってきてください。そちらのスピンオフではですね、あなたの選択と題して皆さんからのお悩み、進路相談なども受け付けております。どんどん送ってください。そして本日のプレイリストは何曲かプラスして番組の Spotify アカウントにアップします。すべては番組サイトから www.tfm.co.jp/おかし。さあ、そして今僕の後ろでかかっています曲が我々アレクサンドロスの新曲ロックザワールドでございます。それでは皆さん、おかしな週末を。ここまでのお相手はアレクサンドロス川上洋平でした。 Enjoy your great weekend。